光散乱とは、光を物質に入射させたとき、これを吸収すると同時に光を四方八方に放出する現象を言う。光散乱は、光の反射と同じく入射光によって有機された電気相極子の振動から二次波が放出されることによるものである。例えば原子に光が入射すると電気相極子の振動が有機され、 それから二次波が放出されるが、多くの原子がまばらに、しかもランダムに分布していれば、これからの二次波を任意の方向で観測した場合に、その強度は、核原子からの二次波の強度の和になり、これは一般に例にならない。これが光散乱である。これに対して原子が密にあり、その密度が一様である時には、核原子からの二次波は互いに干渉して、特定の方向以外では、 強度が例になる。干渉の結果で消えない二次波は反射波となり、また入射波と干渉して屈折波ができる。このように光散乱は一般に物質が均一でないことに起因するものであり、これには物質表面が一様でなく、そこでも反射光がいろいろな方向に広がる乱反射も含まれるが、ここでは表面の効果は無視して物質の内部で起こる光散乱について考える。 量子論による扱いでは、光散乱は、光と物質の相互作用によって起こる二公子過程の繊維である。定常的な光散乱の基本公式は、クラマース・ハイゼンベルグの分散式と呼ばれる。また断熱近似とプラシェック近似により、低 H 分散式は、分子の分極率テンソルで、近似的に表される。光の断性散乱には、分極率の平均値が寄与し、 これを、レイリー散乱という。一方、光の被弾性散乱には、分局率の揺らぎが寄与し、これを、ラマン散乱という。ラマン散乱過程とレイリー散乱観測対象に、マイクロ波を、パルス状に照射して反射してきたマイクロ波を受信する、ことで対象の状態を計測する。ありがとうございます。